早瀬ちゃん、令和新選組の T シャツ届いて安心しました。先日ね、広島の令和新選組の凱旋ですね、あれに行って、私生活保護じゃない、何だったっけな、まあ質問したんですよ、なんか忘れちゃったけど、あ、そうだそうだ、定額給付金を出すように活動してるんですけども、他にどんなことができるでしょうかみたいな形でね、山本太郎さんに質問させてもらったんですよ。まああれ動画にも残ってますし、私の YouTube にもアーカイブされてますけども、その時に帰る際にね、お土産コーナーがあるんですよ、令和新選組の公式グッズで、私はね、これ、この僕にもできた国会議員とね、それから幸せにしたいんだあなたをって、この2冊の本を買いまして、まあ寄付代わりにね買って、でまだ1万円出してまだ余裕があったんで、 T シャツを買おうと思ったんですけども、その S のサイズ、女性の S のサイズしかなくって、まあなんですかね、自分で着ようと思ったんですけども買えなかったんで、悔しいから、でも寄付のつもりで買ったんですね。でどうしようかなと思ったら、まあね、思いつくのは綾沢ちゃんぐらいだったんで、ちょっとまあ送ってみようかなと思いました。まあ山本太郎さんが言われているように、来た瞬間に村八分っていうね、まあそんなフレーズが浮かんできそうですよね。令和新選組のポスター貼った途端に村八分って言いますよね。もしお家に壁があったら、もし壁があったら貼ってみてくださいみたいなこと言われてましたけども、まあそうですね、着るタイミングとしてはあれじゃないですか、令和新選組山本太郎さんが総理になった時に、まあおめでとうってからね、私は隠れ なんとかでしたってみたいな感じで来てもいいんじゃないですかね。まあ全てのね政党に対して全部が気に入るとか気に入らないって本当ないんですよね。なんかどっかが納得いくことならどっかは片手落ちでみたいな感じでね、なかなか難しいと思いますけども、まあ、私がね今この瞬間思うのは、東京都は少なくとも山本太郎さんの言ったようにね、山本太郎さんがやれとは言いませんけども、都知事を山本太郎さんの言うようにやれば、都民の悲しい暮らしっていうのはだいぶ減ったんじゃないかなって思いますね。まあだからその気持ちさえ、まあ、届けばね、 T シャツともに心はいつも一緒だよって感じですよね。まあ何言ってるのか分かんなくなりましたけども、花龍馬さんとの関わりもね、本当ありがとうございます。先日もライブの方も来ていただきまして、コメント拾うことはできなかったんですけども、番組でね、ご一緒させていただいてるなと思えば、私もちょっと嬉しかったです。で、まあ綾沢ちゃんにはね、いろいろと教わることも多いですし、これからズーム対話も控えてると思いますけども、やっぱね、なんかこう弱者救済っていう言葉はあったんですけども、最近はね、その弱者の幅っていうのはすごく広がってきて、普通に四大卒、学院卒とかっていう学歴がある方でも、特別な資格がある方でも、特技や実績がある方でも、いとも簡単にそこに陥っちゃうんですよね。だから一寸先は闇っていう昔の人が言った言葉っていうのは、もしかしたら今のこの時代に向けられたのかなと思っちゃいます。まあ、なんでこういうことが起きるのかって言ったら、やっぱりこう地盤がすごく揺らいでるからなのかなと思いますよね。健康で文化的な暮らし、またなかなか遅れないと思いますよね。で、私はまあ、ね、ご存知のように新生活保護っていうこういった概念を、まあ、批判を浴びながらね、打ち出していこうかと思います。もちろんこれが実現するかしないかっていうのも本当雲をつかむような話なんですけども、誰かが小さな声を上げないと大きなうねりにはならないと思うんですよね。だから私はその小さな声を上げているということで、大きな流れに無駄な抵抗かもしれませんけども、まあ、もう一花、もう一汗かいてみようかなってつもりで、2021年はその新生活保護について自分の思いの丈とかね、語ってみようかなと思いますし、その中で実現できそうな部分をね、実現してもらいたいなと思いますし、もしかしたら自分の力で実現するための追い風を吹かせることができるかもしれません。まあ、生活保護はね、値上げするべきではないっていうふうな方がいますけども、だったら100円の値上げもダメですかとかね、200円はどうですかとか、3000円はどうですかみたいな感じで、チクチク攻めていく方法もありますんでね、まあいろいろとお知恵貸してください。それではね、これからもよろしくお願いします。ね、大和くんもすくすくとおかげさまで元気に育っております。皆さんと一緒にこれからも勉強していきましょう。いってらっしゃい。